キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパーキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は火曜日ということで、1週間始まって2日目ということですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ドドン、今日のこちらの方面は快晴ということで、結構蒸し暑いって感じですかね、今日は。はい、お疲れ様でございます。昨日までちょっとパラついとったんですかね。昨日からちょっと快晴っていうかね、あの天気回復してきたんですよね。はー、いやー、今日はちょっとお日様さんさんですよ。はい、皆さんのお宅はいかがでしょうか。庭の、従業してる、植物たちとか、あとはメダカちゃんたちとかの変化っていうと、特にありません。はい、相変わらず流血卵球がなんか出なくなってきてますね。はい、そんな感じでした。メダカちゃんも久しぶりにあの餌をあげるとですね、すごいもう食いついてました。もうどんだけ餌もやらんとかっていう感じでですね、バグバグバグ、今食っとかんとこいついつ餌やるかわからんぞ、食えーって言ってからでみんなでね、取り合いをしてたっていう感じなんですけど、あのメダカの餌もあのビニール袋に入れてですね、外に置いてたんですよ。でもこのちょっとこう雨降ったっていうのがあって、もうなんかぐちゃぐちゃになってましたんで、ペースト状に、本当は顆粒なんですけど、ペースト状になった餌をくさーくなってたんですけど、もう、でも、たらって言って、そんな適当な、メダカ、飼育方法で大丈夫かってかと思うんですけど、一応自然、グリーンウォーターになってますんで、一応自然、自然の、飼育方法でやっております。小さい亀の方にもですね、ちっちゃいあの赤ちゃん、メダカがあのピュー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 とピューピューとなっちゃいますけどね、はい、メダカですから、はい、泳いでおります。はい、元気に泳いでおります。はい、この前カエルがその中におったから多分何匹かやられそうかなとか思いながらですね、まあそれ以上に勝る、数で、メダカちゃんたちは泳いでおりました。はい、あと部屋の中のマルギアマダガスカル、マルギアにある、植物たちはもうグラキリスが多分開いてまた閉じとんでしょうね、多分。うん、そうだと思います。で、開いたところを見たことありません。はい、だからまあとりあえず、はいっていうことにしておきます。ここら辺も適当でございます。もうどうなんです、15度切らなければもう外に出したい気持ちなんですけど、ただ庭のスペース、結構親父がちょっと他のなんか植物を買ってきて、まああのあれでしょ、うちの親は別にそういう植物にはもう興味がないじゃないですか、全然ちょっとジャンルが違う植物ね、はい、なんか花とかなんかそういうのを、買ってきて、するんですけど、はい、もうちょっとこう迫ってきてるので、まあ、それをもうちょっともうどこかやりながらですね、はい、確保してるような感じなんでですね、はい、一番いい場所ですね、私がもう占領してますんで、はい、もう結構ね、なんかドカ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 とこうやりだすからですね、はい、負けずにですね、はい、どかして、はい、文句言ってきたらでもちょっとやり合おうかなとかって、なんでやり合うと。そんな感じですけどね、はい、いいんですコミュニケーションですからね、コミュニケーションですよ、はい、そう思います。はい、どうでしょうか、ゴールデンウィーク明けてですね、2日目ということですけど、やっぱちょっと体だるいんじゃないですか。はい、私はもう先週からもずっとなんでですね、はい、で今週は水曜日休みが通常なんですけど、水曜日ちょっと、仕事が入りましたので、木曜日休みというちょっと変則的な、お休みになるんですが、あー明日までかーとか思いながらですね、本当だったら今日までやったんですけどね、はー明日まで頑張るなーみたいなね、はい、そんな感じで、過ごしております。はい、じゃあこの続きはまた後で。バキポキさんのブラキ、はい、バキポキさんのブラキ続きですということで、はい、相も変わらず快晴蒸し暑いっていう感じですね。今日は服装調整ちょっと難しいのかなとか思ったりしてるんですけどね、半袖
袖にしてはまだ早すぎるし、長袖にしてもちょっとね、薄手の長袖というか、そんな感じが今日は過ごしやすいのかなとかって思っております。木々たちがもうみどみどしておりますね。いいですね、目の保養になっております。もう毎日やっぱスマホずっと見てるからですね、首もそうなんですけど、スマホ首とか言われますけどね、首もそうなんですけど、目もね、なんか変な感じなんですよ。もうほんと視力がどん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 落ちていきますし、ちょっと乱視系ですね。はい。だからよくカッティングシートをカットして、こうやって剥がす作業に全くできません。はい。もう終わってしまったなと思って、もうぼやけてしまうってですね、はい。もうイライラするだけなんで、老眼鏡かなーとかってね、今思ってるんですけどね。はい。まあそれはどうでもいいこととして、昨日ですかね、ちょっと告知っぽいことがあってましたですけど、あれも5月もう末ぐらいにあるんですかね。我らがマッサラ DJ さんですか。はい。スモリの、いや、スモリ祭りということで、なんかすごいメンバーが集まりますよって言ってですね。はい。なんか告知されておりました。はい。島村園芸さんとか、なんか入りましたね。あと、なんかちょっとそれ、ちょっと、多分自分がフォローしてませんので、はい。ちょっとよくわかってないんですけどですね。はい。だからそれで、すごい祭りあるみたいですよ。はい。詳しくは、マッサラ DJ さんのポストを見ていただければ。書いてありましたので、ぜひ見ていただければなと。もちろん、マッサーさんも、参加するみたいなので、ぜひ、お近くの方は、はい、つもりの家行ってみてください。はい。で、5月28日ですね、備前屋かっこ大西ですかね。はい、こちらも、我らが、バンクシャー吉野さんの、民家。民家なんですけど。そこで行われるイベント、これは5月28日日曜日1日だけということなんですけど、備前屋えにしということで、縁側ね、縁はあなたと縁がありますということと、ひらがなでがで、和は和風の和っていうのを書いて縁側、はい、縁側マルシェっていうのを行われるみたいですよ。はい。なんとかね、グリーンなんとかとかですね。わかってない。あと、手作りこんにゃく、焼き菓子、メリセル、あとなんかあるとかって言ったよ。はい。なんか言ってました。はい。まあ、ちょっとした、こう、なんか催し物というか、はい、やってる、やっていこうというような感じで言われておりましたので、まあ、そちらもご興味ある方は、これは、備前屋えにしアカウントを見て、私もちらっと、宣伝しましたけど、詳しくは、備前屋えにしさんの方で見ていただければいいのかなとかで思いました。はい。で、昨日ちょっとですね、このパキパキさんのぼやきをちょっともうちょっと告知しようという、告知というかもう宣伝しようと思いまして、インスタの、トップでこうピン止めっていうのができるんですね。はい。ちょっとこう、ピン止めしました。で、ただいまの、既得リスナーは、69名ですが、ということを書いてたら、なんと70名になってきました。はい、ありがとうございます。まあ、これはありまして、2年ちょっとして、やっと70名ということで、ね、目指せ1000人、ね、遠いね、1000人はね、インスタの1000人は結構、早かったけどね、はい。で、結構フォロワーさんの話で思い出したんですけど、フォロワー、なんで、1000なら1000人記念とかね、なんか100人記念とか、なんかそういう、なんかこう、プレゼントキャンペーンとかをするの、結構皆さんお好きね。はい。で、それすると、やっぱフォロワーさんが、増えるという感じではありますけど、どうなんでしょうね。はい。でも、実際それが終わったらまたフォローを外すっていう人もいるでしょうしですね。結局あれでしょ？フォローしてしまうと、その人のポストがボン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 タイムラインに出てくるから、なんかちょっと整理したいなっていうことで皆さんフォロー外すっていうことですよね。私なんか1日にやっぱ10以上ポストしてた時があったから、ちょっときつかったでしょうね。皆さんもですね。フォローしたいんやけど、ちょっとこれ鬱陶しい現状だよ。
フォロー外してもらってる人は結構多かったんじゃないかなとか思うんですけどね。だからまあ1日1か2でいいのかなとか思いますよね。私はもうパッとひらめいたらちょっとやる方なので、まあ、その時はちょっと念頭っていうのはもあるんでですね、なかなか難しいですけどね。ほんとそんな感じで思っております。まあとりあえず、まあ、今週は明日まで頑張るぞという感じで頑張るんですけど、もう体がもうガッチガチですね。こんな感じです。皆さんも、休み明けということなので、結構昨日アンケート取りましたけど、もうみんな死んでますって感じですね。みんなお疲れ様でございますね。お仕事の方もいらっしゃればね、お休みという方もいらっしゃるみたいで、皆さん、頑張ってくださいねっていう感じで。だからもう強いですかね。もう梅雨に入ってきますので、そこら辺で、また植物たちの動きが変わるのか、それともまた雨放置なのかとか思いながらですね、今ちょっといろいろ考えてる状況であります。はい、じゃあ明日は水曜日ということで、私まだまだ仕事しております。また明日頑張っていこうかと思っております。はい、じゃあ今日こんな感じで終わると思います。お疲れ様です。デッケ2時。99.3 恋をしたわ君に夢中、普通の女と思っていたけどら人違い、そうじゃないよ、いきなり恋してしまったよ。夏の日の君に。Yeah.